ダンディ・シュガートは、米国陸軍軍人。第一特殊作戦文献隊の隊員で、一等軍僧。1994年5月、モガディシュの戦闘での功績により、名誉勲章を授与された。1958年8月13日、ネブラスカ州林間で、アメリカ空軍の家庭に生まれた。父であるハーバート・シュガートの除隊後は、ペンシルバニア州。 ニュービルに転居し農場で働いていた。1978年にアメリカ軍に入隊。数ヶ月後、レンジャー予備訓練に合格し、レンジャー養成所を卒業、レンジャー賞を手にした。1980年6月に軍の予備役となり、1983年12月に現役に復帰し、1984年に特殊部隊の訓練に参加した。シュガーとは、 デルタフォースに入隊し、1986年6月に、ノースカロライナ州フォートブラックに赴任し、軍曹に就任した。1993年、タスクフォースレンジャーの一員として、ソマリアのモガディシュに配属された。1993年10月3日、ソマリア内戦モガディシュの戦闘で ID ド派、外務大臣、オマール・サラットと最高政治顧問。 モハメッド・ハッサンへ我を捉えることを目的とした作戦行動、アイリーンに従軍。同作戦行動中に UH-60 ブラックホークヘリコプター、スーパーシックワ1が墜落した。さらに救出チームが現場に向かう際に2機目のブラックホーク、スーパーシックォ4が撃墜された。シュガートと同僚のゲイリー・ゴードンは、ブラックホーク、スーパーシックツ2で、 狙撃手を務めていた。ゴードンは、ソマリアの敵対勢力が墜落現場に集結しているのを確認し、ヘリからの降下する許可を求めた。作戦司令官は、ゴードンの申し出を二度却下した。ヘリコプターの乗務員を地上で守るのは、危険すぎるとの判断からだった。しかし、ゴードンは、許可を得るまで訴えをやめず、シュガートと共に地上に降下した。墜落した。 ブラックホークの乗組員で、ナイトストーカーズ所属のマイケル・デュラント順位は、MP5 で汚染していたが、脊椎の圧迫骨折と大腿部の粉砕骨折で動くことができない状態であった。シュガートとゴードンは墜落した、ブラックホークにたどり着くとデュラントと他の乗務員を守るために戦闘を行った。ゴードンは墜落現場を包囲していたボートにより最初に銃撃されたと考えられている。 シュガートは、ゴードンの使用していたコルトコマンドを回収し、デュラントに渡し使用した。シュガートが殺害された直後にデュラントは捕虜になっている。モガディシュの戦闘は2001年に、ブラックホークダウンという映画になり、シュガート役は俳優のジョニー・ストロングが演じている。1994年5月23日、シュガートとゴードンは、ブラックホークの乗組員の救助に赴いた。 功績により、ベトナム戦争以来初となる名誉勲章を贈られた。アメリカ海軍、大型中速ロー,ローブネシュガート級車両貨物輸送艦1997年、アメリカ海軍は、カリフォルニア州サンディエゴの式典で、大型中速牢、牢船を、シュガート級車両貨物輸送艦と名付けた。ありがとうございます。